梅は咲いたか、桜はまだかいな。梅はまだちょっと咲いていないんですが、よく見るとこのつぼみがいっぱいついてるんですよね。さあ、この梅が咲く頃に行われます牛の梅祭りについてご紹介します。お話を伺いますのは、梅まつり実行委員長の富永さん、そして運営委員長で梅の生産もなさっています塚原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。します。今日はすごい景色が目の前広がってますね。そうね、私たちは今牛の梅林にいるんですが、もう一面今日は真っ白雪景色、ね、すごいね、美しい景色の中で今日はお届けしようと思いますが、さあ、この牛の梅林といいますと、やはりこの梅林、梅の林ですよね。はいはい。やっぱりたくさんのこの梅が咲いているんですか？そうですね、だいたいこの山自体がですね、約92ヘクタールぐらいあるんですよ。はい。でそのやっぱり 40% ぐらいがその梅林として、まあこう各生産者が営農しているというようなところですね。はい。どのくらいのこの梅の木があるんですか？面積、先ほど言いました面積なんですけども、一目1万3000本というようなことで数年前まで歌っておりましたけど、今はですね、はい、約8000本から6000本じゃなかろうかなと、いうふうな、やっぱり削減っていうかな、減ってきてるというのは事実なんで、やっぱそのくらいじゃないかなとは思います。そうなんですね。種類もいくつかあるそうですね。そうですね、この梅に関してはですね、やっぱり主力品種というのが白加賀という品種がですね、はい、約全体の 70%、80% を占めるんですよ。あとは南高があったり、南高って一番遅いとですね、一番早いのは紅葉といって、小梅ですよね。紅梅、小さい梅が紅葉というのが佐賀県産の主力品種ですけども、それが一番最初に出始めて、最後約一月間のうちに芽をちぎってしまうというような段階ですね。はいはい。いろんな種類があるんですね、梅ってね。そうですね。はい。じゃあ私たちの後ろにはその梅の木があるんですが、これ近づいてみると、はい、小さなこうつぼみがたくさんついてますよね。はいはい。ね、かわいらしいですね。これがですね、今の状態であれば若干早いかなと、梅の咲くのが。はい。一番いいのは、お祭りに合わせて咲いていただくのが一番いいんですけどもでも梅はですね、桜と違って約2週間は花が持ちます、はい、要するに品種もありますけども、2週間は持てますので、3月の祭り後まで梅の花が残ります。満開になると、辺りも一体こう、そうですね、梅の香りが漂うような、本当に美しいですからね、楽しみですね。楽しみです。さあ、先ほどの山頂から少し下ってきて、こちらが牛の神社境内にやってきました。こちらがその梅祭りの会場になるわけですよね。はい、そうですね。また神社のこうお社があって、こちらはね、境内開けてますよね。この梅祭りなんですけれども、はい、今年はいつ開催されますか？3月の5、6ですね、土日に、2日間です。はい、楽しみですね。はい。イベントも盛りだくさんなんですよね。はい、ここの子守道が一応ステージになりますね。はい。でここではいろんな地元の、アーティストのライブとか、あるいは子どもたちがここで演舞をやります。はい。それとあと巫女の前で浦安の舞っていうのが、はい、だいたい牛の金ぶりの時にやりますけど、特別その巫女の舞をここでやります。で向こうの神殿ではですね、はい、豊作祈願祭、それは6日の日にやりますけど、日曜日ですね。はい。であとは周りはずっと境内はもう全部テントを張って、はい、位置がずっと並びます。はい。そうなんですね。じゃあまたここは賑やかになりそうですね。そうですね。他にこう参加している方のこうお目当てのイベントとかあったりするんですか？そうですね、あとは子どもたちがね、三郷小学校の子どもたちが全員自然塾っていうんですか、はい、この上の方で農地を借りて野菜なんか作ってですね、その野菜の販売を子どもたちがここでやりますよ。はい、
あと美味しい焼き芋なんかありますから。いいですね、はい、ホクホクしながら、はいはい、あまたあの抽選会もあると思ったんですが、ね、はい、まあ、いろんなあの商品を用意してますから、はい、例えばどんなものが当たるんですか。まあ、あのいろんなあの農産物とかですね、目の加工品とか、はい、まあ、小木の名産のお酒とか羊羹とか、はい、あとはまたお楽しみで、そうなんですね、はい、それはもう誰でも参加できるんですか。もう参加できます。当日、まあ、一応あの抽選券を買ってもらうんですけどね。なるほど、じゃあ当日いらして皆さんが楽しめるようなイベントがたくさん、はい、5、6、2日間やります。カラオケもまた中にありますからね。お、はい、似合いそうですね、はい、またですね、この梅まつりにはあのスケッチ大会とそして俳句の、はいはい、大会があると伺いましたが、今年で4回目ですけどね、はい、まあ、あの県内全部に呼びかけて、で、あとあの市内の小中もこう一般全部参加して、まあ、あの目のスケッチとあとは俳句で、そのグランプリっていうんですかね、一番あの俳句の一番、うん、あのスケッチのグランプリの人は、はい、あの次年度のポスターのところに背景に使います、はい、そうなんですか、はい、そういうスケッチとか俳句を通して、まあ、牛の発信っていうんですか、三郷の発信をしたいなとはいうことでやってますけどね。この牛のバイオリンのこの梅にですね、思いを馳せていただいて、そうですね、素敵な絵やまた俳句読んでほしいですね、はい、さあ、 あの塚原さん、はい、ここで、お祭り当日は梅の加工品も出るということだったんですが、はい、例えばどんなものが出るんですか。ですね、この辺でやるのは、先ほど言いましたように白川という品種をですね、はい、種に使った加工品で、紅梅漬けとか、まあ、青漬けとか、あるいはその、南高という 南高もありますけども、あとはもう小梅ですね、はい、の赤漬けとかというようなことで加工に今は取り込んでいるところです、はい、さあその梅の加工品、ちょっとなんか想像が膨らみすぎて食べたくなりました。あ、どうぞ、持ってきてますから、どうぞやってください。準備してますよ、はい、どうぞ、うん、あそこです、はいはい、どうぞ。すごい、もう今日はこのね、あの天気を最大限に、はい、活用させてもらって、はい、なんと雪の上にこうやってなかなかいい景色です。並べていただいて、こちらはどんな風な加工品なんですか。ですね、こちらは南高の方でつけた梅ですね。大きいですもんね、品種が、うん、はい、これは普通の、これ小梅、小梅、紅葉という紅葉、はい、小梅ですよね、はい、これは白加賀でつけた青漬けと紅梅漬け、赤い、うん、食べてください。でもすごいこう見るからに梅の実がね、はい、しっかりしてて美味しそうですね。いただきます。どうぞ、うん、お、サクサク、お漬物の感じや、うんうん、ですね。あ、どうぞ。おいしい、おいしいすごい、あの雪でよく冷えてます噛むほどに梅のじゅわーっと、いくつか ね、うん、の酸味が、酸っぱさが出てきて、うん、あと梅酒もね、うん、梅酒もここで販売しますから、はい、天山で作ってます、うん、この牛の飲みを使ってやってますね、はいはい、さあ、あたり一面の梅、そしてその梅の香りに包まれるこのね、牛の梅林で行われる梅祭りですけれども、改めて開催日時など教えてください。はい、3月の5、6の土日ですね、はい、で朝は9時から夕方5時まで、で6日は4時で終わりですね、はい、お車でいらっしゃる方も多いと思いますけれども、はい、駐車場などはどうなってますか。はいはい、駐車場は三郷小学校とあと竹下製菓を目当てにですね、はい、来ていただければ、そこから両方ともシャトルバスがだいたい15分から20分間隔で出ます、はい、はい、それは無料のシャトルバスに、ね、無料ですね。あ、だったら安心ですよね、はい、またですね、近く道々には後ろに立っているようなこの牛の梅祭りと書かれた、はいはい、この上りも、ね、はい、道に立っていますので、立ってますからね、目印にいらしていただきたいと思います、はい、さあ、それではですね、最後にご覧の皆さんにお一人ずつメッセージをお願いします。はい、今年で26回目ですけども、とにかくこの三郷小木を全国に発信しようということで初めて26回目ですけどね、まあ、いろんなイベントがございますので、ぜひ、大勢の方に来ていただきたいと思います。でスケッチの方も俳句の方もこうやって
ここに使ってます。このスケッチの背景の絵は昨年のグランプリの絵ですね。どうぞこれも応募をしてください。それからここにあの薙の木っていうのがありまして、源頼朝と北条政子がこの薙の下で愛を誓ったということ で結ばれたっていう、それで縁結びの木ですから、どうぞここにも皆さんどうぞ集まってきて、どうぞあの梅祭りの方よろしくお願いします。縁結びのこのね、はい、神様があるんですね、はい。3月の、5、6というふうに梅祭りを開催をいたします。その頃には梅の花も満開でしょう。いろんなイベントをやりますので、ぜひとも一足こちらの方に足を向けてみてください。お願いします。梅の生産者の皆さんが本当に愛情を込めてこのね、お手入れなさっています梅の花、そして、手作りでこの作られた加工品を楽しむとともに、また実行委員の皆様がこういろんな企画を出し合ってのこの梅祭りです。ぜひ皆さん足を運びください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。続いては小城市役所から確定申告のお知らせです。ではお願いします。2月8日月曜日から2月12日金曜日まで小城市役所西館2階大会議室で還付申告を行います。また試験民税申告確定申告を2月16日火曜日から3月15日火曜日まで市役所および市内の各会場にて行います。受付時間は9時から16時となっています。対象地域により受付会場が異なりますので、詳しくは1月20日の区長文書配達時に全世帯に配布している平成28年度試験民税申告及び所得税の確定申告が始まりますという冊子をご確認ください。小城町と牛津町の会場が昨年の会場から変更になっていますのでご注意ください。小城町は町中市民交流プラザ夢プラット小城、牛津町は旧議会棟を改装した牛津公民館新館で行います。なお休日受付を2月28日日曜日と3月13日日曜日に市役所2階の大会議室にて行います。市内全域を対象とし、受付時間は9時から16時までとなっております。申告は正しくお早めにお願いします。確定申告、皆さんも期間内にしっかりと行ってください。続いては角里ミュージアムよりイベントのお知らせです。私たちは角里ミュージアム、演じた演じたいです。2月28日日曜日、第10回角里子ども祭りを開催します。9時45分からオープニングがあり、場所は牛津公民館と牛津体育センターです。当日はステージ発表や工作、手作りゲームなどがあります。またパトカーやはしご車などの働く車の展示もあります。子ども祭りの関するお問い合わせは牛津公民館にある牛津子支援ネットワーク事務局0952376143までお願いします。参加無料です。たくさんのご参加をお待ちしています。今回の小城市便りは牛の梅祭り、そして確定申告、角里子ども祭りについてご紹介しました。